はい、こんにちは、もんちゃんです。よろしくお願いします。今日は9月1日、2020年9月1日にオープンしました、フォーシーズンズホテルさんの、大手町ですね。あの丸の内にもフォーシーズンズさんはあるので結構近くなんですけど、今回は、高層階のホテルということで、ずっと来たいとは思ってたんですけど、高層階じゃないからっていうのが私のちょっとあの思い切る勇気を妨げてたって言っちゃいけないですけど、あの思い切れずにいたので、大手町さんにできたので高層階に乗ってるということで、早速お邪魔してみたので、今日はこちらですね、フォーシーズンズホテルさんの大手町をご紹介したいと思います。はい、では、まず入り口からお部屋までとね、ちょっとあの中の様子も今日はまだオープンしたばかりなので、ちょっと多めに撮ってきましたので、お部屋の中と含めてぜひご覧ください。はい、ではお部屋ご紹介したいと思います。まず入ってすぐ左側から行きたいと思います。こちらにミニバーのスペースがまずあります。でミニバーはまあ一通りのねものがあるかなっていう感じですけど、まず上にお水あります。でこちらはここにフォーシーズンズさんの言葉がね入ってるので、フォーシーズンズホテルはプラスチック使用量の削減を推奨してますなんて書いてありますけど、こちらお水が4つ置いてあります。で下に、コーヒーのですねとケトルあります。でこちら右側にまあお茶入れるやつですかね、とこちらはウェルカムスイーツというかおやつで、おかきですかね、しそ巻きとザラ玉って書いてありますけど、はい。で上にマグカップあります。エスプレッソ用のやつと普通のありますね。はい、で下開けてみたいと思います。よいしょ。こちらはスライドの冷蔵庫ですね。お酒も一通り入ってる感じです。で左側開けてみます。よいしょ。
こちらはお茶と、まあ、コーヒーとかですかね。で、お茶、これおしゃれですよね。全部、オーシーズンズの文字が入ってますが、日本茶だけでね、ほうじ茶とか、こう4つあるんで、これはなんか、おしゃれでいいなと思います。はい、こんな感じです。で、下、ずらしてみましょうか。おう。で、グラスですね。こちらもしっかりワイングラスと、まあ、ウイスキーとかね、入れるにはこちらかなって気がしますけど。まあ、さすがですね。おやつも綺麗に並んでおります。はい。で、クローゼットのスペース、こんな感じですね。私の荷物が置いてありますが、傘とか、まあ、一通りありますかね。スリッパとかありますね。この、オーシーズンズの文字が入っております。はい。では、リビングルーム行ってみたいと思います。リビングルーム。まあそうですね。ベッドルーム兼リビングルームって感じですかね。こんな感じですね。ちょっと広さ分かりますかね。これ十分ですね。で、まあ、間接照明もね、おしゃれですね。このベッドの下が光ってるのも新しいホテルならではっていう感じですかね。まあ、コンパクトとも十分な広さなんですけど、おしゃれな空間じゃないかなと思います。テレビもバッチリ。これ何サイズなんだろう。50ぐらいあるのかな。かなり大きいと思います。はい。でちょっとまあこちら行ってみます。テーブル、デスクですね。に、桃置いていただいてます。はい、桃ね、これ、どこにも置いてありますけど、食べ方困るやつですね。で、一通りこんな感じで、キーとかはね、後ほど本編の方で紹介したいと思います。はい。あとは、こんな感じですね。窓際に、このソファーを見てお分かりいただけるかわかんないですけど、結構、横幅があって、その気になったら2人でも寝転がれちゃいそうな感じですね。はい。で、ちょっと景色見てみたいと思います。こちらは、東側ですね。で、スカイツリーが真ん中にドーンって見えて、いい感じじゃないですかね。ビルも、こう、丸の内のあたりですかね。大手町の辺のビルがしっかり見えまして、スカイツリーも見え、これは朝日も綺麗そうですね。はい。こんな感じです。で、こちら側からお部屋撮ると、こんな感じ。いやなんかこうやって撮るとカメラ越しでも間接照明の綺麗さが伝わるんじゃないかなと思うんですけど、新しいホテルならではのこう綺麗さもね、ありつつ、こう柔らかい感じというか、間接照明の暖色も綺麗じゃないかなと思います。はい。で、ベッド周りですかね。こちらは、ホスピタリティとか、これ、もらってっていいのかな?ここにピオがいるんで、このピオは多分いただいていいやつだと思うんで、記念にこのピオはいただいていきたいと思います。あとは、これはね、まあ、普通にボタンですね。電気とか、カーテンとかですかね。で、この辺に、大手町のね、説明とかあります。まあ、こんな、さすがって感じですかね。はい。シンプルですけど、ちょっとまたこう、香港とかね、のホテルとは違うセンスというのを感じて、おしゃれじゃないですかね。はい。ではちょっとバスルーム行ってみたいと思います。スリーメン。ね、ガラスがあって、こちらお手洗いですかね。じゃん。はい。まあ、勝手にというか自動に開くやつですね。こちらも最新って感じですね。はい。で、バスルームは、こんな感じです。もう、シンプルで、高級感もあって、さすがって感じですかね。二つの洗面台はもう高級ホテルでは日常みたいになってますが、こちらもおしゃれですね。この、壺?これはなんだ?よいしょ。コットンとかって書いてありますね。こちらは、まあ、女性が使うものですかね。で、ハンドソープ。これはフレデリックマン、マル、フレデリックマル、フレデリックマンって変な色になってますけど、フレデリックマルのソープですね。まあ多分いいのだと思います。こんな感じですね。で、お、すいません。下に、こちらに、よいしょ、スライドすると、アメニティが一通りありますかね。まあ、ないものはないんじゃないですかね。こう、歯磨き粉とかもおしゃれですね。ソーイングキット。シェービングキットですね、これ。シェービングキット。あとは、バスソルトも2つありますね。はい、こんな感じです。
じゃあちょっとお風呂行ってみましょうかね。お風呂はこのよいしょ、はい、もう十分な広さですよね。で、座る用のね椅子が置いてあったり、結構こういうの助かりますよね。で、さっきのですねフレデリック・マルですか、はい、のアメニティ一つずつありますね。まあいいやつですよね、はい、こんな感じですね。で、こちらがね向こうから開けれるので、ここ開けとくと向こう側の実は窓から向こうのね街並みも見えて、スカイツリーが見えちゃう辺が考えられてて、おしゃれじゃないかなと思います。はい、バスタブも今日は、開業2日目なんでね、まあ、多分初めてかな、もしかしたら初日にどなたかが泊まられてるかもしれないですけど、まだ使われていないバスタブがあります。はい、こんな感じですかね。あと、あとドライヤーですね。ドライヤー、ドライヤーありましたよ。じゃん、ドライヤーはこちら、ちょっとね光当てますよ。こんな感じです。名前はグレートイオンかな、これはイオンでいいのかな、はい、まあ、ちょっとまた調べて出したいなと思いますけども、これは持ってわかります。いいドライヤーです。これはこのここがね丸いやつはもういいドライヤーって考えてます、はい。こんな感じです、はい。ではちょっとまた本編の方でホテルご紹介したいと思いますので、ご覧ください。はい、よろしくお願いいたします。今日はフォーシーズンズホテルさん、大手町にできました新しいホテルからお送りしたいと思います。はい、で、ちょっとねホテルの概要を説明させていただいて、今日感じたことを、まあ、思ったままお話しさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします、はい。で、フォーシーズンズホテルさんは、まあ、日本にある外資系の、ね、ホテルでは意外と珍しいんじゃないかなと思うんですけど、カナダに本拠地、トロントですかね、に本拠地のあるホテルグループの、まあ、日本のね、出店されたホテルです、はい。で、このマークね、ちょっとおしゃれな木のマークなんですけど、一応ちょっと調べたんですけど、右上ここね、これこの木のマークで、右上が春、こっち側、左上が夏、右下が秋、下が冬で、これで四季を表してるらしいです。おお、なんかおしゃれですよね。で、これ木なんですけど、木です。おしゃれですよね、木なのに。これピッてやると、これは当然開いたんですけど、どういうメカニズムですかね、これ木になんか入ってるのかな、なんか透けるとね丸いの入ってるんで、もしかしたらこれに入ってるかもしれないですけど、おしゃれです、はい。で、こちらね QR コードもついてるので、これでインルームダイニングとかね、つながると思います。これおしゃれですね、はい。で、ホテルの印象ですね、カテゴリー的にはバッチリ高級ホテル、最高級だと思いますので、まあ、それも踏まえて、お値段もね決して安いっていう価格帯のホテルではないので、もちろん価格に対してってことも含めて感じたことなんですけど、まあ、総じてまあ、さすがというか、価格相応、もしくは、まあ、それ以上の価値というか感動を味わえるホテルだなっていうのは率直な印象です。で、先週というか、この前にね、私ペニンシュラホテルさんに宿泊をして、そのね3日後とか4日後にこちらにお世話になってるんですけど、ペニンシュラホテルさんに泊まった時に、もうさすがだなと思って、今年は最後に1位を決めようとか思ってるんですけど、今年度終わりに。これはペニンシュラさんもやっぱさすがにいいとこに来るなと勝手に、まあ主観ですけど思ってたんですけど、今日フォーシーズンズさんに泊まって悩むって、もう本当にそれぐらいいいホテルでした。ソフトとかハードの面ですね。ハードはもちろん、まあ、建物とか置いてある設備とかっていうこととか、レストランとかを考えると、もう当然新しいですし、まあ、デザインセンスとかも
さすがの一言で、まあ、私なんかがどうこう言えるようなレベルではなくて、どこもかしこもどのレストランもバーもおしゃれです。で、あのソフト、まあ、ハードの部分ですね、置いてあるものとかで一個だけね、私が気になったことがあるとすると、お風呂でこう体を洗う用のボディタオルみたいなやつが、まあ、泡立ててねやるやつが置いてあっていただけるともうパーフェクトだったなって感じなんですけど、私はそれがねちょっとなかったのが、それだけがちょっとね、あの心の方がいいですけど、まあ置いてないホテルも割と高級ホテルでもあるので必需品ってものでもないのかなって気はしますけど、あると思ってくる方も高級ホテルだと最近はね置いてあるホテルが多い気がするので置いてくれるといいかなっていう感じですかね。気になったのはそれぐらいと、もうこいつがあったらこれ1位ってなったんじゃないかなって思われるのは、まあね、ここにこいつですよ、こいつ、こいつがあのこのピオがね、あのお部屋にいるんですよ。しかしちょっとお聞きしたら、これはねちょっと持ち帰ることはできないっていうことだったんですけど、あのコンラッドでコンラッドベアちゃんがね持ち帰れちゃうんで、これは持ってっちゃう人が出るんじゃないのかなっていうことと、あのフォーシーズンズさんの、まあ、記念になるグッズみたいなやつがまだね多分ないと思うので、こいつはねなんか私の独断と偏見によると持ち帰れるようにした方がいらないっていう人も多いかもしれないですね。でもいいんじゃないかなっていう気がしました。なんでこれが持ち帰れたらもうこいつと一緒に1位に飛び立ってますよ、このホテルは多分。あ、いいです、はい、そんな感じですね、はい。で、今日はね、いろいろご紹介しようと思って、レストランにも昼と夜は違うレストランにしようと思って、お願いをして別々のところに行ってきたので、ちょっとねこちらに、まあ、今回は長くなっちゃうんで出そうと思うんですけど、まず、お昼行ったレストラン、じゃん、動画に出せるか写真になるかちょっと動画出そうかなと思いますけど、こんな感じで、昼ご飯のところは、イタリア料理のお店に行かさせていただいたんですけど、私は、何だったかな、あれはなんだ、出てこないぞ、ボロネーゼ出てきた、あのボロネーゼを頼みました。でボロネーゼってあのまあひき肉がね、あのポイントのパスタだと思うんですけど、あのグラタンみたいな感じでできて、あんまメニューをね真剣に見てなかったんで、焼きパスタとか書いてあったのかな、でもちょっと感動しましたね。でボロネーゼひき肉いっぱいでめっちゃ美味しかったです。でまあそうですね、あのレストランは、まあ、ミシュランで星を取ったような方に監修をいただいてるっていうことがホームページにも書いてありましたので、こちらもねあのぜひたくさん、まあ、レストランありますので、いろいろなレストランにとかバーに行っていただきたいなっていう感じです、はい。で夜のバーはこんな感じ、まあ雰囲気だけにしようかなとも思いますけど、夜はもう本当にお腹いっぱいだったので、着いたのが、3時ぐらいで、あのイタリア料理をいただいて夜バーの方に行ったんですけど、結構お腹がいっぱいだったので、あの簡単な軽食と、パフェをねいただいたんですけど、まあ、あのいい雰囲気で、夜景もね、あの新宿側がバッと見えて、皇居越しに新宿とか、六本木の方ですかねの夜景も見えるバーで、これはおしゃれじゃないかなって気がしますね。あのまだできて2日目なんですけど、会社帰りみたいな形で、ちょっと飲んでみようかなみたいな形で来てる方もちらほらいたので、なんかね、あの大手町とか丸の内に就職して仕事ができるとこういう楽しみ方もできるんだなと、ちょっと優雅な世界も見させていただきましたけど、はい、そんな感じですかね。レストランも本当にいい雰囲気でした、はい。でまあ一流ホテルなので、価格を考えると、まあ接客とかホスピタリティっていう部分を結構気にされる方も多いんじゃないかなって気がしますけど、まあ、これはまあいろいろねホテルを行ってみた上で、私の率直な感想はもうご安心して来ていただければいいんじゃないかなって気がします。入り口でね外国人の、まあ、外国人っていう言い方が今いいのか分かんないですけど、外国の方にもういらっしゃったんですけど、もうめちゃくちゃいい笑顔で話しかけていただいて、もう
一緒に写真も撮っていただきました。これ載せていいのかがちょっとわからないんで載せないですけど、あの入り口でね一緒に写真を撮っていただいたり、あのお部屋まで案内していただいた方も、まあ、パーソナルというか個人に合った対応をしていただいてる感じで、マニュアル通りじゃない対応っていうのがさすがだなっていう、まあ、2日目でこのクオリティだったらかなりこの先もね、あの楽しみなホテルじゃないかなって気がします。あの改善をこれからどんどん重ねていって、もっともっと磨かれていくホテルだと思いますので、そうですね、もうちょっと2日目なのでドタバタしてたり、まあこう人の部分ですかね、ソフトの部分で気になるとこも出ちゃうのかなっていう気がして、まあそこはあのなんだろう、マイナス要素というかしょうがないと思わなきゃなと思ってきたところもあるんですけど、その心配はまあなかったですね。あのよくあのすでに一流の風格というか、あのいいホテルになってるなっていう感じがしました。もちろんなんかこうまだ勉強されてるなって思う部分もたくさん、まあなんかそういう風景をね、あの一緒に動いてたりする風景を見たりしましたけど、お客さんにそれを感じさせるというか、あのまだできてないよって感じさせるようなことはない対応がすでにできてて、まあ私がねどうこういうのも仕上げてきてると思うんですけど、はい、あの大満足じゃないかなって気がします。はい、でちょっと、いろいろねあの紹介しようかなと思ったんですけど、ちょっと机のものにねあるものを紹介しようかなと思います。キーは先ほどねご紹介させていただいた感じで、今日は38階のお部屋ですね。一番上の階39階に、まず、ロビーとかすべてのねこうプラスのお食事とかのものは39階にある感じですね。でチェックインカウンターも39階にあります。でそこからお部屋は下がる形ですね。なので38階なので結構ね上の部屋をご用意いただけて嬉しいなっていう感じです。はい、で、これはバレエのチケット、車のやつですね。でこのポスターカードみたいなやつは直筆のね、ようこそお越しくださいましたみたいな英語でも書いてありますけど、この英語はもうサインみたいになってるんでね、私も英語はそんな苦手なわけでもないですけど、はい、もう下の和訳通りの英語が書いてあると信じましょう。はい、こんな感じでおしゃれな、まあ、メッセージカードね、いただいてます。あとは、まあ、この辺はね、ベッドの管理とか、こちら封筒を入り口でいただいたんですが、まあ、衛生管理とかですかね、の書面をいただいてます。それと、こちらですね、マスクを2つと、ハンドジェルとアルコール除菌のセットをこんな、フォーシーズンズさんのね、ビニールの袋に入れて、チェックインの時に、こちらもいただいてます。なんか、いいですね。おしゃれで気が利いてるなって気がします。あとは、こちらにね、ちょっとある、まだ食べてない。まあ、ピーチ、桃ですね。はい。恒例の桃も、ウェルカムスイーツで置いていただいていて、これね、美味しいんですけど、ちょっとね、この真ん中の種の、なんか、いい具合の食べ方があったらね、これはまた教えていただきたいなって感じです。はい。こんな感じですね。で、今日私が宿泊した部屋は、ちょっとここにね、カンニングするのがあるんですけど、デラックスルームのキングのシティビューっていうお部屋にしてます。で、シティビューのお部屋は、ちょっとね、眺望を、夜の眺望、こちらにちょっと流します。まあ、声切って、流そうかなと思いますけど、スカイツリー側がね、見える部屋で、まあ、夜景とかは抜群に、いいですね。かっこいいスカイツリーが見えるのと、朝ね、朝日が見えると思うので、まあちょっと朝早起きしたりする方は、そういう景色も楽しめるんじゃないかなって気がします。はい。で、広さは、一応こちらの部屋が、50から54平米って書いてあるので、ちょっとね、部屋によって間取りが違うのかなって気がしますけど、まあ十分ですね。広さに関しては50平米あれば、もう十分です。通常のね、すごくリーズナブルなホテルとかだとスイートルームとかのお部屋の広さだと思うので、スタンダードのお部屋としてはかなり広い部屋で、間接照明とかもね、今ちょっと後ろに
ペッと見えてるかなと思うんですけど、照明の出し方がねおしゃれで上品で考えられてるなっていう感じで、雰囲気も抜群じゃないかなって気がします。はい、このエリアはまあ今回はね、あえて他のホテルさんとの比較が皆さん気になるところだと思うので、この辺だと、まあ、パレスホテルさんが高級ホテルでは近くにあるのと、まあ、マンダリンオリエンタルさんとかペニンシュラさんももう本当に車だったら5分とかの圏内にあるエリアで、まあ、アマンさんとかね、フォーシーズンズさんの丸の内さんとかシャングリラさんとか、もう本当に星4とか5を取ってるホテルばっかがひしめいてるエリアなんですけど、もう私はね決めました。もう1位を決めるとかもうね無意味ですね。なんでもうそれぞれの良さを感じて楽しむと、どこに行っても最高のねホスピタリティとか雰囲気はもうねありますよ。私が評価しなくても評価されてるので、そんな中でねこう自分で、あこの雰囲気がいいとかこのバーが気に入ったとか出ると思うんで、そういう楽しみ方がいいんじゃないかなって気がします。はい、なんで、まあ、今ね、名前を出させていただいて、のが私の感想の全てかなって気がします。そういう風に比べて選択できるホテルだったっていう感じですね。なんでまたこう楽しむホテルが一つ増えたなっていうことと、まあ、これからの変化とかも楽しみですし、レストランとかもちょっとねどなたかを誘ってくるには最高のレストランが揃ってるんじゃないかなって気がするので、バーとかだとどこかのホテルに行って空いてなかった、予約して空いてなかったらこちらで行こうかなって悩んでこう招待した方をね裏切ることのないお店がたくさんあると思うので、ぜひね一度来てみていただきたいホテルだなっていうのが今のところの感想です。はい、でちょっとねこちらの部屋がシティビューっていう、スカイツリーが見える側の部屋なんですけど、反対側の部屋になると、皇居越しにね新宿とかの夜景が、まあ、結構また東京を感じるオープンな景色のようなので、レストランがそちら側だったんですけど、これを見れるお部屋も泊まってみたいなと思ってしまったので、遠くなくそちら側のお部屋に泊まりにまた来たいなと思います。はい、ちょっとねまとまりがあったか分かんないですけど、めちゃめちゃいいホテルでした。ぜひご飯でもね食べながら一度雰囲気を感じに来ていただけるといいのかなって気がします。ちょっとレストランとかは予約しないと、夜はまあ人気でねまだオープンしたばかりなので埋まってることも多そうなんですけど、バーとかはそれでも平日は空いてるかなって気がするので、ちょっと仕事終わりに1時間だけでも1杯だけでもね飲みに来ようみたいな形で雰囲気を感じに来ていただいてもいいんじゃないかなと思います。そういうところもね一流の接客をいただけて美味しいお酒飲めると思うので、どなたかと一緒にぜひ一人でも来ていただきたいホテルかなと思います。はい、また機会を見てね、また他のお部屋とかも来てみたいホテルだなと思いますので、またご紹介できたらなと思います。はい、今日はこんな感じですね。フォーシーズンズさん、東京大手町さんからね今日はお送りしました。ありがとうございます。またよろしくお願いします。